みなさんこんにちは皆さんの心の羅針盤尾端森代ですアブラハムの家庭を中心とする復帰節理が続いています前回信仰期待に失敗してしまったアブラハムを再び用いる理由三つの理由まで見てまいりました以前復帰原理の最初に書論という内容がございました小さな価値の条件に失敗した場合 より大きい価値の桃源条件が必要になるアブラハムの3種類の備え物の失敗これはまさに小さい価値の桃源条件これに失敗してしまったゆえにこの失敗したアブラハムを再び用いるためにはより大きな桃源条件が必要になるのですそこに出てくるのが遺作権裁と呼ばれる内容です 具体的な遺作検査の前に聖書を見ると創世記の20章1節ここに今ひとたび不思議な話が出てまいりますあらすじだけ紹介しますここはまさにアダム家庭の桃源復帰の話がもう一度出てくるのですここでもアブラームとサラを兄と妹という立場に見立てて,て今度は ゲラルの王アビメレクのところにこのサラが奪い取られていくそのサタンに奪われたサラエヴァを取り戻す話がここに今ひとたび登場してまいります。普通に聖書を読んでいると「あれ前も同じような話あったななんでかな?」これは統一原理の堕落論と照らし合わせた時にその意味合いが解けてくるのです。 イサク・ケンに向かわせる前にも神様はこの一つの条件の基台を立てた上でイサク・ケンに向かわせますではこのイサクとは一体どのような位置づけの子供だったのでしょうかアブラハムはサラという奥さんと結婚していましたしかしこのサラとの間には子供が生まれないのですアブラハムの子供は 星の数よりも増えると言われていましたしかし自分との間で子供が生まれてこない奥さんのサラは責任を感じてアブラハムに言います私と一緒では子供が生まれませんどうぞ使い目ハガルのところに行って子供を残してくださいそれで結果的にアブラハムはハガルという使い目との間にイシマイルという子供を 産み落とすことになりますするとどういうことが起こったでしょうか使い目はがるはイシュマエルが生まれたことを盾にサラを攻撃するこのようなことが悲しいかな起こってしまうのですアブラハムもサラを愛していたがゆえに心が重たくなりますそんなある日ついにアブラハムとサラの間に最愛の子供 遺作が生まれてくるのです。二人の夫婦愛をもう一度強く結びつける。意味でも、この遺作はかけがえのない、まさに神様が送ったプレゼントとも言える存在でした。その遺作を捧げろと、神は命じてきたのです。アブラハムはどれほど苦しんだでしょうか。創世紀の二十二章六節、ここを読んでみましょう。 アブラハムは反債の焚き木を取ってその子イサクに追わせ手に火と刃物とを取って二人一緒に行ったやがてイサクは父アブラハムに言った父よ彼は答えた「こよ私はここにいます」イサクは言った「火と焚き木とはありますが反債の子羊はどこにありますかアブラハムは言った「こよ神自ら反債の子羊を備えてくださるであろう」こうして二人は 一緒に行った一緒に森屋の山に登っていくときイサクは気がつきますいつもだったらいるはずの備え物の羊が今日はいないもしかして自分が備え物になるのではないかこの頃イサクは十三歳ぐらいだったと言われますしかしイサクはお父さんがそう思うならば よっ守いい屋の山の頂上に着いた時アブラハムは遺作を縛りつけ一気に人思いに切りつけようとしますすると神が天使を送って止めるのですそこを聖書で読みたいと思います彼らが神の示された場所に来た時 アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、その子、イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムが手を差し伸べ、刃物を取ってその子を殺そうとしたとき、主の使いが天から彼を呼んでいった。アブラハムよ、アブラハムよ。彼は答えた。はい、ここにおります。見ついが言った。わらべを手にかけてはならない。また何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたの一人子をさえ、私のために惜しまないので。 あなたが神を恐れるものであることを私は今知った神が天使を送ってアブラハムを止めましたその子を殺してはいけないあなたが神を恐れるものであることを私は今知ったこの今知ったという言葉の中に二つの思いが交錯しているというのです一つ目の思いはここまでやる気持ちがあるんだったら 決意があるんだったらなぜもっと早く条件を立てなかったのか一つは叱責の思いです神は愛する子供を追い詰めたくなかったここまでやる気持ちがあるんだったらなぜもっと早くこの思いがありました二つ目の思いつらかっただろうによくぞお前は信仰を立てたもしここでアブラハムが神様やっぱり無理ですそうなってしまった場合には神といえども もうこれ以上どうすることもできなくなってしまう。よくぞ辛かったどだろうに信仰を立ててくれたこのような神の思いが工作したのです。アブラハムも立派でした。しかし遺作も立派だったのです。ではこの遺作はなぜそこまで父親の思いに自らの思いを重ねていったのでしょうか。実はここに影のキーパーソン母親 サラといいう存在がいるのですサラはいつも息子のサ作の前で「うちのお父さんアブラハムは最高なのよ。あなたも将来こういうお父さんになりなさい」いつも息子の前でアブラハムを褒めちぎるこれがサラの姿勢でしたですからサ作は日頃父親と接する場がそれほどなくとも母親からいつもお父さんの素晴らしさを 教えられていたので自然に父親に対する尊敬心が芽生えていったまさに親子の一体化がこの勝利につながったというのですノア家庭の場合ノアとハムが心情的に一つになれなかったこれも実はノアの奥さんハムのお母さんにポイントがあったと見ることができますあんなお父さんみたいになったら終わりよ あんなお父さん学ぶべきもの何もないよ母親からそういうふうに言われて育ったハムは必然的に父親に対する反発心が出てきてしまったと見ることができるのです復帰節理の勝利も個人以上に夫婦の一体化親子の一体化というものが必要になります残念ながら時間がやってまいりましたまた次回一緒に続きを学んでまいりましょう またお会いしましょう。ありがとうございました。